焼失した首里城の再建を待ち望む首里城復興祭。今日行われた古式行列は、琉球王朝時代の正月に国の安泰と豊作を祈願して行われていた三か寺参詣行幸を再現したもので、国王や王妃などに扮したおよそ170人が首里の街を練り歩きました。6年ぶりに通常開催された古式行列、首里の街は大いににぎわっています。まるで琉球王朝時代の世界に入り込んでしまったようです。悪天候や首里城焼失による中止、それにコロナ禍での縮小開催が続いていた古式行列が通常の規模で開催されたのは実に6年ぶりのこととなりました。やっぱ首里城も燃えちゃって、ちょっと寂しさもある中、この文化祭もなくなってたので、もう久しぶりにこうやってわーってできて、すごい嬉しいなって。行列は初めてだから素晴らしかった。王様もお姫様もすごい綺麗な方で、やっぱりいいなって、首里に生まれてよかったなとまた思いました。首里城復興祭はあさってまで開かれ、最終日には那覇市の国際通りで琉球王朝絵巻行列が行われます。